はい、今関越道をひたすらに走っています。もう新潟県ですよ。でこのままあの新潟の方まで行って、そこからフェリーで佐渡島に行きます。今回は楽しみです。この土日佐渡ビッグゲームという大きい大会が行われまして、おかっぱりは土日通じて行われるんですが、日曜日だけになるんですが、カヤックフィッシング部門もあるということで、ここに参戦してまいります。ジャクソン、ブルーストーン、バイファール、ブースを出すということで、そこのスタッフとして同行させていただいて、カヤックフィッシング大会に参戦することになりました。初の佐渡、本当に楽しみです。さあ、いよいよ今からフェリーに乗ります。でかいっすよ、結構やっぱりでかいな。いやー、来ました、来ました、フェリー、フェリー、時間ちょっとらしいですよね。結構時間かかる。そしたらもう佐渡島です。おー、いい感じ。今だんだん近づいてきました。きっとあれが佐渡だと思うんですよね。中谷さんです今回は、スイングスターも出店なんで一緒に釣りします。さあ、やってきました佐渡初日。いきなり風が吹いてます。結構ちょっと微妙なぐらいなんですけど、まあギリギリいけるかなっていう感じなんで、ちょっと様子見て出てみようと思います。まあもうゆっくり、知らない土地なんでね、薄暗い中出てると危ないんで、もうちょっと完全に日が昇ってから、出ていきます。忍び K さん、そして中谷さん、デスペラード、そして僕はプロフィッシュ。一応今日僕は本命平政、やっぱりトップウォーター中心に、保険の G コントロール、そして、厳しい場合はジギングっていう感じでやっていこうと思います。ここどうもちょっとあの外れれば、根から外れれば20メーター、30メーターすぐ深くなるみたいな、ジギングっていうパターンも想定しながら、コーラスメインで、厳しかったらオーバードライブ、この組み合わせでいきます。おはようございます。佐渡1日目始まりました。実はさ、風が結構強くて今30分ぐらい風待ちして、まあギリギリ出れるかなっていう感じの海峡なんで、あんまり沖の方行けないんですけど、予報的にもしかすると佐渡今日がラストになる可能性が、大会当日ちょっとね、雨と風の予報が出ちゃってるんで、今日ラストになる可能性があるんで、ちょっと今日気合い入れて、あんまり遠くはいけないですけど頑張ってみようかなと思います。行ってみましょう。サーブでエギングしてる人は結構いますね。食べるんだ。この透明度、これ水深13ありますからね。これで水深13だから、すごいね。やっぱり佐渡は綺麗ですね、水が。さあ、今のところトップは全くダメなんですが、とりあえずちょっとやってきます。ベイトね、チラチラいるんですよ、ベイトフィッシュは。よし、まだまだ。開始から2時間、今のところトップウォーター完全にバイトがないという状態になってます。
中谷さんがあのシンキングペンシルでマダイを釣ったらしいんで、とんでもないですね。ちょっと僕も SLJ にして魚の顔をちょっと見ていきたいなと思います。まあ、キジハタは釣れるんじゃないですか、わかんないですけど。で、またね、あのどっかのタイミングで気合を入れ直してもう一回デカトップを投げていきましょう。ちょっと今雰囲気がないですか。まあ、とりあえず行ってみましょうか。水深30から駆け上がってくるライン、ここに沖の根があって駆け上がってくるライン。ちょっと今青物の雰囲気があまりにもないんでとりあえず SLJ、キジハタあわよくばマダイを狙っていきます。フランジをちょっとね、カメラ逆なんですけど、いやー厳しかった。まだわかんないですよね、まだいけるんですね。映ってる映ってる、男の方に映ってる。水深 30m。 反応がボトムに集中してんだよね。しかもこれ青物っぽくないんだよ。ベイトの反応になんかハタかマダイかが浮いてる。今その下に1本スター、よっしゃー、今日初魚。やっぱり SLJ は釣れる。これはハタかな。ゆっくり上げてこよう、リリースするから。おお、マハタだ。全然いいサイズじゃなかった。マハタちゃん、ストップ。落ちパク。おおおおおお、うわー、いい引き、いい引き。さっきより大きいね。落ちパクでしたね、今ね。すげえなぁ、いろいろ釣れるね、本当にね。あ、違う、キジハタ。キジハタちゃん、キジハタちゃん。あのハタはノータッチでゆっくりファイトして首袋開かせないようにしてノータッチでリリース。もう打ってる。フランジ55、水深 30m。 さあ、ゆっくり上げていきましょう。おーおお、キジハタだった。ナイスサイズ、ナイスサイズ、ナイスサイズ。キジハタでした。ナイスサイズ、キジハタちゃん。よいしょ、エンドレスやね。うーん、食った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 。またハタなのか。いい、いい引き、いい引き、いい引き。またキジハタなのか。おお、でかい。今日一かな、今日一キジハタ。でかい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 。まあとにかくね、これ今日一ですね。結構いいサイズ、キジハタ。あとマハタも釣れてます。ハタはとにかくエンドレス、これ結構いいサイズですけど、結構小型のハタもね、いっぱいいるんで、ゆっくりファイトして浮き袋膨らませないようにしてリリースしてあげるという感じです。いやー、いいですね。ダニエルブレードでキジハタ、またキジハタ。釣れるなダニエルブレード。あー、いいサイズ。最初の引き込みいいね、走りでした。キジハタちゃん、ダニエルブレードでまあまあサイズ、リリースします。マジでロケーション最高ですね、これ本当。落とせばキジハタは 100% 釣れるし最高なんですけど、やっぱりちょっと今日はやっぱ狙いはヒラマサなんで、もうちょっとトップウォーター頑張っていきたいなと思います。この景色最高です。佐渡、あっちが島でこっちはもう外洋ですわ。
すごい最高。根がね、たくさん入ってて、まさにヒラマサいっぱいいそうな雰囲気なのに、今日は出てくれない。風系出てきて、でも逆にここから活性上がってこないかな。中谷さんパターンで朝場でちょっとミノを投げて、マダイを狙ってみよう。新編はまあまあでかいやつ、15センチ、あ、まあまあでかいやつ。それにマダイが食うのがすごいですね。朝場マダイをミノで狙ってみよう。最後にドラマ起こってくれ。お、来た。あ、シイラ。シイラじゃないですか。すげえ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 。それを食ってるし、あのやつを釣りたいんですよ。これがベート。それはベートになってますよ。でかいヒラマサワサ。いやすごいすごいすごい。ラタニさんペンペンシイラ。久々の生態反応。ナイスフィッシュ。今ルアーは何ですか。マダイシンペン。やっぱマダイシンペン。ちょっと鳥が旋回してますよ、あそこ。あれ本格的なら僕行きますわ。ちょっとあそこ鳥が旋回してますね。ダメか、移動が早い。あ、来た。あー、多分ペンペン、多分ペンペンですね。いきなり食いました。ペンペンが回ってますわ。ペンペン裏をわらわら回ってますわ。すごい。ペン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 、めちゃくちゃ遊びに来てる。ペンペンがペンペンすごいですよ。ジーコンペンペン、早巻きストップ、早巻きストップ、早巻き食った。うわー、食った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 、バレたー。あ、まあ、食った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 。ペンペン、おー、よーし、ペン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 。かわいそうかわいそう、早く、はい、よし。どうしよっかな、これもうダメだろうな、厳しそうですよね。僕一回上がって一回やろうかな、あの湾内で。それで、ね、皆さん片付けてる間に僕はイカをやろう。なんかこのまま終われない感じあります。ちょっと岩礁周りを僕ちょっとコースを流して戻っていきます。もう深いんだな、意外と岸近いけど。このロケーション最高ですよ。いやー、今日はちょっと不完全燃焼でしたが、浄化的にはね、あのでも十分気持ちよく楽しめた。海が青い、マジで海が青いんですよね。これちょっとね、カメラだと分かんないと思うんですけど、肉眼だとめちゃめちゃ青く見える。最高に綺麗。釣れそうなんだけどな、あー、もういなかったですね。いたのかもしれないけど雰囲気を感じることができませんでした。さあ、ということですね、今一回釣り終わったんですが、なんとなくね、まあ、キジハタ、マハタ、シイラ釣れてよかったですけど、ちょっと不完全燃焼なんで、
イカを狙って最後、僕だけ居残りやってみようかなと思います。